皆さんこんにちは、食べて痩せる人です。今回は大会2日前なので水抜き開始、こちらを撮影していきたいと思います。ただいまですね、時刻は3時23分。実は2時ぐらいから全く寝れないので、今日は今この時間からですね散歩に行きたいと思います。決してねストイックに追い込んでるとかではなく、シンプルに寝れない、減量末期寝れないっていう人のね気持ちがねよくわかります。まあ今はね体こんな感じです。あんまり腹筋がないのでなかなか割れないんですよね。引っ張ると皮しかも引っ張れないっていうのがねちょっと最近分かってきました。ここにちょっと脂肪があるなとは思うんですけど、絞れてきたんじゃないかなと思います。この脂肪をさらに削りたいと思います。散歩に行く前にサプリメントを飲んでいきます。これは EAA というサプリで、筋肉のね減少とかを抑えてくれるサプリメントです。シトルリンアルギニンというやつですね。血管の拡張作用とかがあって、運動パフォーマンス向上とかやつですね、バルクスさんのレッドケアですね。脂肪燃焼系サプリ、僕が独自で工場に発注したオリジナルビタミン、鉄とか亜鉛とか葉酸とか体に必要な栄養素を、ね、ひたすらに詰め込んだサプリメントですね。鉄分の吸収を助けてくれるんですね。液体系のドリンクですね。液体系のやつの方が吸収が早く感じるんで、このセットは減量末期必ず使っています。一旦ジュースみたいな味です。飲みやすいと思います。今から散歩に行くんですけれども、こんな時間から運動しすぎちゃうと一日のカロリーがあまりにも少なくなってしまうので、運動するためのカロリーを取りたいと思います。スライスチーズ。運動をちょっと多めにするときは食事制限はあんまりせずにその分ちょっと食べます。そっちの方が体力が続くんでね。これちょっと1枚だけ食べてから散歩行きましょう。おいしい。朝というか夜中っすね。じゃあね、街を目指してね歩いていきたいと思います。誰もいない。駅までやってきました。今日から水抜きということで、僕がやってる方法としては大会3日前にだいたい6リットルぐらいですねお水を僕は飲んでます。これ昨日ですね。で塩分も結構多めに、一般的に取る人の多分倍近く取ってるんじゃないかと思います。ちょうど2日目なんですけど2リットルぐらいにします。こうすることで水分をね多く排出するような体質に今なってるので、体からねお水がどんどん抜けていきます。それとともに塩分もちょっと少なくします。ただが大会1日前になるんですけども、この2リットルだった水分摂取をだいたい1リットルぐらいにですね下げていきます。で塩分も、ある程度少なくしていきます。この時点で水分がかなり抜けて体がちょっとカラカラな状態になってくるので、ちょっとむくみとかがねかなり取れるんじゃないかと予想されます。大会当日になったら口を潤す程度ぐらいのですね水で大会当日は過ごそうかなと思っています。 500ml1 本を飲み切らないように大会当日は過ごしていきたいです。そんな感じでね水抜き進めていきたいと思います。じゃあまた朝散歩最後帰りたいと思います。トレーニングをしてきました。あとね飲める水がペットボトル1本ぐらいですね。頬もこけてきたような気がします。一応今日と明日としっかり水抜きするんで、だいぶね雰囲気も変わってくるんじゃないでしょうか。夜までね仕事をしたいと思います。もう結構ついたよね。ただいま水抜きをやっているんですけども、皆さんに謝らないといけないことがあります。子供を迎えに行った際に、おやつにマクドナルドを買ってあげたんですけど、チキンナゲットを1つ、ポテトを5本ほど食べてしまいました。いやもうさすがにね、水分抜くのあれなんですけど、やっぱ塩分もないとなるとですね、もう精神的にちょっと参ってね、つい食べちゃいましたね。ということで、今日水抜き最後ですね、ちょっと仕事を少しちょっと早く切り上げて10キロウォークしたいと思います。10キロ歩くまで帰れませんということで、今からですね会社の近くを10キロほど歩いて、先ほどのチキンナゲットとポテトの分をですね早速燃やしたいと思います。それでは10キロ歩いて今日は水抜き終了ということでいきたいと思います。なんかだいぶね痩せてきた感じがあるかと思います。じゃあまた10キロ後にお会いしましょう。
ということで、10キロ僕歩いてきました。今日はね、1日で合計3万8000歩ということでね、かなり歩いたと思います。20キロ近くね、多分歩いたんじゃないかな。あんまりまだ水が抜けてないような気がしますけども、大会までね、あと2日ということでね、最後までしっかり諦めずに、自分を追い込んでいきたいと思います。ダイエット全くうまくいかなかった僕でもここまでできますので、皆さんのなんか参考になるようなね、動画も今後も配信したいと思います。それでは、卵の買い物を頼まれたので、卵を買ってお家に帰りたいと思います。